はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ハイサワー、ハイピー。ハイサワーの、シリーズのレモンビアテイストという、ものですね。まあ、いわゆる割り剤っていうか、まあ、ホッピーみたいな。ハイピーっていうのはどう考えてもホッピーのパクリなんですよ、これ。ちょっとその名称がね、なんとかならんかったかっていう話もあるんですけど。果汁が3%。意外と入ってるな。プリン体ゼロ、カロリーオフ。焼酎1に対してこのハイサワーハイピーを4で割ると。1本で約2杯分と書いてあります。原材料名がレモン果汁と水飴と、加糖ぶどう液、ぶどう糖液糖とカラメルと香料と調味料、過去アミノ酸と安定剤と、苦味料と乳化剤といろいろ入ってます。内容量が 350cc となってます。なるほど。で、値段が確かこれは120円ぐらいじゃなかった。ホッピーよか安かった気がするんで。いや、ホッピーよか安いってことは100円ぐらいでしょうかね。ホッピーっていくらぐらいの？ 100 円ぐらいじゃなかった。はい、金宮で。ね、金宮焼酎。25度。これね、間違えてこの小瓶、この600ml のやつがあったの気づいてなくてよ。俺、このハイサワーハイピーを買って、昨日買ってきたんですけど、酒の山屋っていうところで買ってきたんですが、4リットルのね、金宮、違う、2リットルか。1.8リットルですね。1.8リットルの金宮を買ってきてしまいまして、まあいいかと。まあ安かったしね。金目は結構安いんですよね。なんだかんだ。金目は非常に、焼酎香類の中でも全然癖がないので、非常に飲みやすい。非常に飲みやすい部類の、あれですね。もう普通にストレートで飲んでもね、ほとんど味しないんですよ。金宮は。香類焼酎の中では。まあちょっと高めなんですけど。逆に焼酎の味がしないんで、逆にね、香りがね、あんまないんです。逆にちょっと、面白くないんですけど。でもね、この金宮焼酎は一番ホッピーにめちゃくちゃ合うらしいです。ホッピーには合うらしい。それでね、ホッピーに合うから、金宮焼酎がなんかめちゃくちゃ合うから、なんかホッピーが売れたんだか、もしくは金宮の方が売れたのかっていう話はあります。なんか泡がめっちゃクリーミーな。レモンだ。そんじゃ乾杯。レモン味。ハイピー。ググりましょう。結構レモンの味がね、レモン果汁3%入ってるっていうのは結構入ってるんで、結構入ってるはずなんです。まあビール、レモンビアテイストっていうぐらいだからね。
まあ。基本的な作り方は、焼酎に氷を入れて、ハイサワーハイピーを注ぐと。なるほどね。ちょい苦ホップとビターレモン果汁入りであって。で、このハイサワーハイピーは、他にも、ゼロ、このゼロバージョン。違う、間違えた。ビアテイストっていう、レモンが入ってないやつ。と、そのレモンが入ってないやつのゼロバージョン。って言って、糖質とアルコール度数と、プリン体とカロリーがゼロのやつですね。が売ってるみたいです。ビール、まあ、ちょっと甘いですね。若干甘めの、レモン、ポテチでも食べるか。じゃん。ポテトチップス。海苔塩トリプル。海苔 300%。コンビニ限定です。これ食べよう。なんか見た目大して変わってねえんだけど。ちなみに俺ポテチで一番好きな味は、この海苔塩味です。なんでかっていうと、なぜか海苔塩味は、ちょっとしょっぱいんです。薄塩味とか、コンソメパンチとかに比べると、しょっぱいんです。まあ、それも理由の一つで。まあ、これ、しょっぱいの結構好きなんで。基本的に、酒のつまみで食うんで、しょっぱいと。いいかな。で、あと、この海苔の香りがね、いいのが。好きなんですけど。あ、そうそう。もうちょっとで、あと2、3日したら、このハイサワーのね、白水車っていうね、ところなんですけど、白水車っていうね、会社の商品なんですが、そのね、オンラインストアで実は買いまして、もうすぐ届くとは思うんですが、びっしりグラス。こういうグラスの、ここにロゴが入ってて、ケツが、女の子のね、美ケツがね、映ってるやつと、それとあと5本。ハイサワーのレモンが振った2本と、グレープフルーツ味1本と、レモンビアテイスト。これですね。これが2本入ったやつを1800円ぐらいで、買ったんで、もうちょっとしたら多分届きます。このね、ビシリグラスがね、欲しかった。これ、ビシリって読むの？ビジリ？ビジリなのか、ビシリなのか、ビジリなのか。美欠なのかはわかんないですけど。
血ではないか。びしり、びじり。読み方がわかんない。あ、うまい。でも昨日ね、山屋行ってきたんですけど、酒の山屋。やっぱあれは、いいね。結構ね、輸入商品とかも売ってるんですよ。それがね、また、なかなか。あの、アメリカのドクターペッパーとかね。アメリカ産のドクターペッパー。日本産じゃなくて。とか、それでいろいろ買って、昨日、酒と、飲料合わせて7000以上買ったかな。やばい。しかも掘り出し物もちょっと見つけちゃって、マジで。何これっていうのと、個人的に飲みたかったウイスキーも手に入ったんで、あ、これ売ってたんだみたいな。ウイスキーもゲットしました。まあぜひね、まあ楽しみにしててください。ハイサワー缶って俺見たことないんだけど、これもちょっと飲んでみたいな。アルコール度数 7% でレモン果汁が 7%、なんか工場が見れるみたいで、今動画で見てるんですけど、はあ、すごいなこれ。ウォーマー、ああなるほど、音の機械だこれ、全部機械じゃん、すごいな。あ、こんな感じでできてんだ、ハイサワーをお酒で割ったハイサワー缶の登場です。これいいな、これも飲んでみたいですね。長年酒場や宅飲みで愛されたハイサワーをもっと美味しく飲める絶妙な黄金比率ではありました。炭酸も強めだから最後まですっきり美味しい。長年のハイサワーファンも納得の味です。結局ね、このハイサワーっていうのはね、あの、すごいところが、まあ、すごいところがっていうかね、基本的に、あの、この多分会社だけなんですけど、
真ん中絞り製法っていう製法でですね、皮の苦味や渋みを入れずに、レモンの美味しいところだけを使って贅沢に、とあります。レモンの果肉の真ん中を約30%だけ絞るという。非常にね、もったいないと言えばもったいないんですけど。結局のところ、レモンの皮をブイヤーってやるんじゃなくて、ごとブイヤーってやるんじゃなくて、レモンの真ん中の30%だけをちょこっと絞るみたいな。それによって、まあ、皮の苦味や渋みを入れないっていう製法が、これはすごいっていうか、すごいっていうか、ここの、売れ筋っていうか、この、あれですよね、ピックアップポイントですよ、いわゆる。ハイサワー缶って売ってんのかな？あ、売ってはいるんだな。1缶162円。高え！ このね、で、このハイサワーのシリーズは、問題としては、高いのが一つ問題なんですよ。高い。まあ、こだわってんのは分かった。だから高いんだよ。多分ね、この真ん中絞り製法がね、かなりね、会社の圧力になってるんだな。まあ、いわゆるレモンの部分の30%しか使わないわけだから、残りの60%や70%は廃棄してるわけだよね。それは非常にもったいない。ぶっちゃけた話で、俺が、社長だったら、こんなことしないです。俺、もったいない病が発病して、ダメですよ。やっていけない。てか、逆にね、俺はね、レモンのね、皮の方がね、逆に苦いので、むしろ苦味を入れたレモンが飲みたい派なんで、皮ごと絞ります、俺の場合だったら。絶対そっちの方がうまいと思う。100%。もう皮を、もう種ごと絞るね、逆に。もうコスト削減のために、もうレモンを種ごと、皮ごと、まず、粉砕機に入れて、粉砕して、その後に、なんか抽出するね。ビヤーって全部、こう圧縮して、すっごいなんかプレス機みたいなんで、ビヤーって全部絞る。こうギューって。多分俺の、感覚で言うと、そっちの方が多分うまいです。逆に種のね、苦味とかね、えぐみが逆にいい感じにね、濃さを出すと思うわ。だから、このハイサワーっていうところの会社は、白水社は、非常にセレブな感じなんですよ。多分。セレブっていうか、ね。もうもったいない精神を捨てたんですよ。おそらく。もはや。もはや捨ててしまったんです。でもこのハイサワー缶って俺見たことないな。
見たことない。ここら辺には売ってないやん。飲んでみたいけど。ただ、まあ、間違いなく高いのは間違いない。レモン果汁で言うと、タカラの缶酎ハイのレモンと、よりちょっとだけ安いぐらいなんだろうな。うん。多分ね。やばい、酔っ払ってきた。まあでもこれはそこまで悪くはないんだけど、ただね、正直ビアの味が全然しない。ただ色だけだね。うん。もうちょっとホップの香りがするようじゃないと、このビアテイストは、ちょっとあんまりね、ほとんどレモンの味しかしないんです。まあ、なんか若干、というか甘い。甘い。レモンプラス甘いなんか砂糖がなんか入れてるんでしょうけど。うん。ほとんどその味しかしない。ビアの味が、しない。しないですね。全然。全然しないです。ただ雰囲気が、ちょっと濃い。ちょっと色がね、ビールっぽい。プラス、なんか、泡が出てる。っていう感覚で、プラス炭酸だからね。だから、なんか、そんな感じになるんでしょうけど、実際のところは、実際のところ飲んでみるとね、レモンの味しかしないんだよね。でさ、このさ、ハイサバのさ、俺 CM って見たことないんだけど。まあ、これはいわゆる大衆酒場にはよく置いてるらしいんですけど、
レモン果汁の、チューハイ。ああ、でもこの、海苔塩がうまい。まあ、でもこれ結局、値段が高いっていうのはやっぱ肝だよな。高い。多分。このまま多分売り続けてたら。まあ、やばいだろうな。この値段で、結局、レモン果汁のチューハイっていうと、もうどんどん、まあ、ね、他のね、会社とかもどんどん出してきてるわけで、いかにこのハイサワーが、うまくないと、値段が高くてもいいけど、せめてうまくないとダメなんだよね。生き残っていけないでしょうな、これね、このままだと。どうだろうな。まあでも大衆酒場だとあれなのか、あんまり。まあ、どうなんだろうな。酒場とか行かないかわかんないけど。でも感覚的に高いんだろうなっていうのもわかるんですよ。このハイサワーがね。ぶっちゃけて言うと、なんで、こんなハイサワーの、まあ、さっきの、まあ、普通の 350cc の缶のやつね、のレモンのチューハイに、なんで160円も出さなきゃいけないかっていう話になるんですよ。今やチューハイなんて100円は当たり前。の時代にです。なんでそんなに出さなきゃいけない？なる。だから、俺だったらもう、普通に焼酎ハイボールのドライじゃない、レモンで100円で売ってるんで、いいんですよね。おそらくハイサワーの缶のやつは多分若干甘いはずなんですよ。おそらくそこが売りなんていうか、焼酎ハイボールと違うところですね。
事実、多分レモンの味はほとんどわかんないです。真ん中絞り果汁とかって言うけど、まあわかる人間いるかなっていうぐらいですね。おそらく。なんで、多分、まあ、目つぶって飲めば 100% わかんないでしょ。うん。だから、個人的に、なぜこれが、ね、そこまで、売れているか、というのは、まあ、結局のところ営業の、あれでしょうね。うん。プラス多分レモン果汁の量かな。7% って入ってるから、結構レモン果汁が濃い、チューハイなんだよね。レモンチューハイとしてはかなり濃い部類なんですよ。ただ、これより濃いので100円で売ってるやつが、もうあるんで、あの、本絞りとかね。本絞りのレモンとか。あれ 12% 入ってますからね。だからわかんないんだよな。レモンハイサワー缶がなぜ売れてるのか。おそらく。まあ、宣伝でしょうね。CM。多分都市部とか。あと、結局大衆酒場で、あれなんだろうね。もう定着しちゃった。多分。ということで。俺は結構厳しいですから。評価は厳しいです。コク、まあ普通。甘み、まあそれなり。香り、まあ。まあでも、これを買うんだったらっていう話になるけど、これを買うんだったら、ホッピー買いますっていう話。3333ですね。うん。これは残念ですけど、これはちょっと厳しいです。厳しい評価をつけさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。